まあ、これがどれだけ上がるのか、それが得点にどうつながるのかっていうところはね、非常にまあこれからまあその今日の試合もそうですけど、今笛が鳴りました。山形ボールでのキックオフです。ロアッソ熊本対モンテディオ山形。まあ、幅を取る時もありますし、まあ、状況によってはそのボランチのところに入る時もあるんですよね。さあチャンスになる山形、中央、おっとズルタックゴール、先制点は山形、前半9分、加藤大輝一瞬の隙、ちょっとディフェンダーが足を取られましたね、スリップしてしまいましたよね。3枚は入ってるんですよね。まあ、ここに対して、守備今ねスリップしてしまいましたけど、黒木選手1枚に対して中に高橋が待っている。右からターレスも上がってきた。中央、右足を振り抜く、キーパー正面、中に入ってくるが、おっと、あ、ディフェンダーに当たってオンゴールましたね。今この山田の前に少しスペースがあって、藤本へのゴール、1人左余っている、シュート、ナイスキーパー、詰めていた25番。もうこのボールに対して左足なので簡単ではないですけども、まあ、ここのちょっとインにかけたシュートもテクニカルでいいシュートだったと。アレスが抜けてきた、前にスペースがある、マイナスのクロス、シュート、ゴー、クロスバー、まあ、ターレス選手 の、 そのパスラインとして欲しかったところにようやく、ね、前半通じてこのニア、まあ、このマイナスのところに人が欲しかったんですね、あの空間。川原のクロス、シュート、ナイスキーパー、ポストに当たった、押し込んだ、ゴール、いや、オフサイドフラッグが上がっている、オフサイドフラッグが上がっています。姿は違うよとアピールしていますが、ラインに立オフサイドライン上にいるんですよね、はい、でいない選手が後ろから入ることで、ま、このライン上に選手がいっぱいいます。まあそこの中央のところを崩すっていうのは、まあ、少し難しいのかなという感じはします。主審が時計を見ました。ここで長いホイッスル、3対0、 J2 第2節は山形が3点差をつけて今シーズン初勝利をつかみました。